さ、前に行ったしずくコーヒーさんで話題になったゆりコーヒーさんに来ました。カップの柄も可愛い。アスパラとローストビーフのサンドイッチと卵のサンドイッチと日替わりコーヒーがケニアって出てたの。サラダ付きで美味しそうです。スイーツ付きのサンドイッチにしたので、おかわりのコーヒーまで来ました。紅茶とイチジクのタルト。おかわりコーヒーの下のコースターが手作りで、麻袋、コーヒーの袋をリサイクルしてるって。